どうも、遠藤です。3月の14日かな、アップデート入りました。マップと新武器。なんかシステムも変わってんのかな？追加されたんでね、早速使っていきます。で、CZ805A2。チェコのアサルトライフルですね。で、まずフルオートで撃ってみる。あれ？ほう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 。なんか覗かないで撃った時の、フルオート時に、レティクルの上に集団するっていう独特のあれがないな。レティクル通りに飛んでますね。うおっと油断していた。レティクル通りに飛んでるんで、これはもしかしてフルオート時の精度がいいのか。HK416 とかね、ちょっと癖あって、十字、レティクルのちょっと上の方に集団するんだけど、あれがない。と、あとこの新マップ、サントリーだっけ？なんかビールみたいな名前の。マップなんですけどね。A とか B とか書いてるね。これ多分、爆破マップでね、爆破マップを使って、デスマッチをやってんのかな。なんでね、めっちゃ広い。マップがね、チームデスマッチやるにしてはめっちゃ広いから、ちょっと新鮮だよね。いるだろう。うわぁ、やられた。どうだろうな。この武器結構使いやすいかな。感覚としてはね、HK416 と似てるんだよね。お？あ、右か。そこにいたのか。KSG、ショットガンも新武器ですね。結構使いやすいかな。おっと、あ、ここ登れんだ。この奥から出てくるんで。有利ポジション使って待つけど、出てこない。もう進んじゃうか。やられた。おっと、目の前に一人来て、で、この奥から出てくるんでしょ、きっと。出てきたスナイパーが出てきて、ちょっと覗いてみっか。赤身を、いた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 。おっと、フルオート時、あ、そっか、もっと頭狙っていった方がいいか。ちょっとついね、416の癖が出てしまうが。癖がついちゃってんの？これ416使ってた方がいい。結構狙ったとこに、フロート時でもね、狙ったとこに飛んでくるんだよね。ちょっとこの武器にはまた慣れが必要かもしれない。416に慣れたがゆえの、ね、ちょっと辛さがあるけど、まあ適当にやっていきましょう。このマップは結構複雑で面白いかもしれないですね。高低差もあるんで、3次元を活かした立ち回りができるんでいいと思います。で、奥の敵をやってって。いや、癖がついてるせいかヘッドショットが出せない。もっと後ろ？詰められてる？わけでもなさそう。もっと赤点。4番に赤点。ゆっくり狙っていきたいが。うわ、7番にいるな。あれ？いない？出てきませんね。おっと。ちょっとこっち行ってみようか。おお、なんだなんだ、こっちはこっちで。あんま人気ないな、こっち。そうだった。おお、後ろからハンドガンで撃っていく。なんかあんまこっち側って盛り上がってないな。海側の方がなんか楽しそうだね。うわ、びっくりした。ショットガン、KSG。いや、ショットガンはね、なんかあんま FPS でショットガンは使いたくないんでね、今回は見送りかな。まあね、ショットガン使うのはね、オーバーウォッチだけでいいよ。おお、びっくりした。横にいる。赤点の中にいるな。あれ、ここか？違う？上かな？適当にグレーを投げて。そう、ここ登れんだよ。ここ登って、あ、いたいたいただ、あいつね。いたね。奥に今、いたんでね。ゆっくり、覗いて。おっと、ダメか。壁抜きされた。ハンドガンもね、ちょっと使ってみたいね。ちょっとこのハンドガンのみで、戦ってみようかな。おっと、横にいた。まだいるよな。あー、きついのか。ちょっと、全然狙えてなかったね。
この SV8 だっけ？ SV9 か。これどこの反動なんだろうな。あんま聞いたことないんだけど。まあなんかね、音があんまり好きじゃないんだけど、まあまあまあ、一回ね、ハンドガンだけの動画を撮ってみようと思います。で、人気のないカフェエリアを見て、お、いたか。いたね。外しちゃったな。いたいた。当てて。こっからちょっと裏を撮っていきますか。はい、ここか。灯台のところがリスポーン地点かな。おっと、青い。あ、やばい。殺しきれなかった。ははは。ハンドガンで、あーダメか。レザーツイグルでやられた。ここ詰めていくのが一番手っ取り早いかな。ここももう見てるしな。もっとここから覗けんのか。奥を覗いて、いない。リスポン地点の方で固まってそうだな。おっと、危ねえ。危ね危ね、6だよ。いたいたいた、とやって。あ、上にいますね。階段上。奥を警戒しつつ、階段上にも対応。来た。おー、ダメか。硬いな。あと1、2発必要だったかな。お、なんかスモーク炊いてるし。あ、いた。見えてる。見えてますが、当てれない。あー、味方が倒してくれた。おっと、いるね。奪れてます。で、奥入って、詰めよう。せっかくなんで、詰めていきましょう。リロードして、どんどん攻めていく。あー、青いよ。まだ青いよ。いや、まあ、そこがリスポン地点だもんな。お、右から爆弾が、これはいますね。たまにはこっちも、見てあげますか。はい、いた。はい。もういいや。あっちあんま人いないんだもんな。やっぱ人がいる方に突っ込んでって。戦いたいっすね。おっと？倒してくれた？大丈夫か？カフェ。なんか、オーバーウォッチのイディオスみたいなマップだね。あ、いた。まあでもこれ、MP7 で戦うんだったら基本裏取りしかできないよな、このマップ。いた。一人やって。上のやつやって。で、ここからリスポーン地点を見ようと思ったけど、なんか上から音が聞こえたな。これ上いるでしょ。いない？マップがよくわかんねえんだよな。ここ B 地点か。ここ爆破すんの？カフェ。いないかな。あんまやっぱね、こっち来ないんだよね。やっぱあの川の方が、川って言わないか、海の方が人気があんのかな。CZ805A2。どうかな？まあ、全然これ使って戦う分には弱くはないよね。結構使いやすいけど。HK と比べるとどうかな？トントンかやや向こうの方が上か。やばい。青い。めっちゃ奥光ってる。リロードして。もう別にどっから行きますか。まあ全然ありかな。これでドットサイト付きのアイテムが出てきたら全然メイン武器にすることも考えられるかな。どうすかね、この武器。まあ、気になるのは、
あとあれかな、なんかシリアルコードでもらえる武器も手に入ったんで、ね、ちょっとそっちを使ってみたら、なんか水鉄砲みたいなやつ。赤と黄色のね、なんかヨドバシカメラに売ってそうな銃が追加されてるんで。はい、後ろ。あれをね、おぉびっくりした。ちゃんとクリアリングしないとね、ってことで終わっちゃいましたね。フルカウントいかずに終わっちゃって、もう曲がってたんですけど、まあ CZ805A2 結構使いやすい銃なのかなっていう感じですね。ということで今日はここまで。以上です。